せーせーの、の、こんこんばんばんは。は。11月28日木曜日、時刻は5時、もうじき3分を回ろうとしております。この時間は鶴見チャンネルをお届けします。本日の担当は、鶴見ウォッチャーズの藤村智博です。よろしくお願いします。お願いします。鶴見大学の鈴木麻子です。よろしくお願いします。お願いします。さてさて、鈴木さん、はい、もう11月も終わりで、今年も残すところあと1ヶ月ちょっとというところですね。はい、早いですね。だんだんと、寒くなってきましたけれども、はい、まあ、この時期ってあったかい飲み物が飲みたくなるかななんて思うんですけども。なりますよね。鈴木さんはなんかこの時期、はい、マイブームなホットドリンクとかってありますか？ありますよ。今ですね、抹茶オレとゆず蜜がマイブームでございます。なかなかちょっと対照的な2つですけれども。そうなんですよ。はい、抹茶オレは元から好きなんですけれど、はい、先週ちょっとゆず蜜を買ってきまして、うんうん、冬にちょうどいいなって飲み始めたらちょっとハマっちゃって。喉にもなんか優しそうな感じですもんね。はい、そうなんですよね。うん、もう本当にちょっと酸っぱいかなって思う感じなところをお湯で溶かして飲むのが美味しいんですよ。抹茶オレとゆず蜜をじゃあこう交互に飲んでるような感じなんですか？はい、交互ですね。一日ごとに。どっちも飲みたいってなるんですけれど。今日はちなみにどっちの日だったんですか？今日は抹茶オレの日でした。はい。藤村さんは何かありますか？そうですね、自分はですね、たまたまこの間急に甘酒が飲みたくなりまして、それ以来ちょっと甘酒の虜になっております。甘酒、はい、美味しいですよね。そうですね。そう、あれなんか調べたら、はい、ソフトドリンクに分類されるらしいんですね。うん、そうですね、アルコールではないんですよ。はい、で一応飲む点滴って言われてるぐらい体にすごいいいものを。そうなんですね。はい、だから仕事中にちょっと休憩。あ、お仕事中に、はい、しております。はい、はい、じゃあそれぞれホットドリンクがあるお二人に、はい、今日はお届けしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、まずこの鶴見チャンネルの番組コンセプト、鈴木さんからちょっとご紹介ください。はい、番組のコンセプト、はい、鶴見のディープな情報を通じて鶴見を知らない人には鶴見を知ってもらい、鶴見を知っている方には鶴見を再発見してもらうでございます。はい、まあ、この番組も今日で4回目なので、はい、そろそろ熱する見てくださってるかななんて、ね、少しずつ期待したいところですけれども ね、はい、今日もぜひこちらのユーストリームの方で見て、はい、コメントもちょっとできるということですので、ぜひ生放送中にコメントもいただけたら嬉しいななんていうふうに思います。はい、お願いします。はい、で今日 のですね、中継場所なんですけれども、今日は、鶴見駅の、豊岡商店街を少し歩いたところに、ふれあい館っていうのがあるんですけれども、はい、そちらの2階にあります、推奨員会議室よりお届けしております。はい、はい、推奨っていうぐらいですか、だからこの緑色なんですか ね、はい、すごい広い場所ですよ ね、今日すごく広くてこの空間シーンとしていてなかなか寂しいものがあるんですけれども、はい、そこを盛り上げていきましょう。そうですね、1時間お送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ですね、今月もこのコーナーからいきたいと思うんですが、もうすっかりこの番組でもおなじみなんていう新聞でしたっけ？もちろん今週のタウンニュース。はい、お願いします。ということで、鶴見区編集室編集長の浜田さんに登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。いや、浜田さんとか、はい、最近ハマっているホットドリンクとかございますか？はい、そのネタ振られるかなと思って今一生懸命考えてたんですけど、はい、まあったかくなると飲みたくなるのが、はい、コンポタージュ。そうですね、今自販機とかでも結構手軽に買えますもんね。そうですね、はい、飲んでるんですか？飲みますね。あ、そうですか。粒入りのやつがね、最後まで出てこなくてよくある悩みですよね。はいはい、あれとこう格闘してるっていう。あ、だいたい夕方ぐらいに疲れた時に、今外待って疲れた時に買うんですけど、そのポンポンやるので余計疲れちゃう。そこでストレスがちょっとかかりそうですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。さてですね、今月の、まあ、タウンニュースの中から、まあ私と鈴木さんとでちょっとピックアップした、はい、記事を、浜田さんに解説していただこうかななんて思うんですけど、はい、じゃあ今月の記事がですね、はい、じゃあこちらちょっと鈴木さんめくってください。はい、じゃじゃん。はい、はい、
今月の、記事なんですけれども、ちょっと読みます。全中学校で昼食販売へということで、いうことなんですけれども、はい。はい、ですね、今、鶴見区はですね、全部で9校、区内にあるということなんですけども、そのうち8校で、昼食販売が行われているということなんですけれども、まあ、そもそも鈴木さんは、中学時代ってお弁当と給食どっちでした？私自体はお弁当だったんですけど、学校としては給食だったんですね。あ、給食、選べたってことですか？選べましたね。学校側にこっちがいいって言えばどちらでも構わないっていう状態だったんですよ。自分はですね、鶴見区で生まれ育ったんですけども、やっぱり中学時代はお弁当で、でも東京の、私高校が東京の高校だったんですけど、その周りの子たちはみんな給食だったっていうので、結構びっくりしたエピソードがあったんですけども、実際僕も僕は川崎なんですけど、中学時代、そうなんです。あら、横から、はい、川崎もですね、僕が通ってたところは、お弁当でした。給食ってそんな少ないんですかね。ですね、これ実はですね、全国的に見ると給食のが多いんです。そうですか。これは、私立ですね、も含めて全国的に、まあ、文科省が調査した結果によると、85% ぐらいが給食なんです。そうですか。はい、だから、まあ、よく言うね、横浜とか川崎で当たり前に育ててくると、本当にそうなのっていう、そうなんですよね、引っ越した方が本当にびっくりするというね、いうところみたいなんですけど、はい、でそれで、まあ、唯一鶴見区内で実施をしていなかったのが、まあ、市場中学、そうですね、はい、ということで、実はまあ10月の28日から11月9日まで、まあ試行的にちょっと実施をしたそうですね。はい、はい、そうなんです。もともとですね、昼食の販売を市の方がやっぱり何て言うんでしょう、推奨していて、はい、1999年から、順次導入されてきている部分があるんですけど、はい、鶴見区の中では、まあ、唯一市場中が導入をしていなくて、まあ、人員的な課題ですとか、はい、まあ、いろんな課題があってですね、取り入れられてなかったというふうにお話があったんですけれども、はい、ただ、まあ、今回ですね、昼食販売を横浜市全体として、全ですね、私立の中学校147校、はい、あるんですけども、まあ、ここで、今年の3月、今年度末ですね、はい、までに全てにその販売というものを導入しようという形で進めている中で、まあ、取り組んでいるという形ですね。やっぱそのなんていうんでしょう、昼食販売をする背景にはやっぱりそのなんていう、共働きの家庭も増えてきていて、やっぱちょっとお弁当を作る時間がないとかそういうのもあるんですかね。そうですね、はい、まあ、実際その部分は大きいと思います。はい、でただですね、一方給食を望む声っていうのも非常に実は根強くて、今年の夏かな、その保護者の団体とかで、署名を4万人ぐらいですね、出してやってたりするところがあるんですよ。で、まあ、ただ市としては食育の観点から昼食の販売をっていう形で、まあ、給食じゃなく何て言うんでしょう、個人差もありますので、食べたいものを食べる、で弁当持参を推奨しながら、まあ、ただ、どうしても持ってこれない方も、そういう今お話あったみたいな形で、働きの世帯とか持ってこれないので、その代わりとして昼食の販売の販路を作ろうという形なんですよね。はい、でもやっぱりこう注文制にした方が、そのやっぱり出来たてがちょっと食べられたりとかって、そういうまあメリットありますよね。はい、あると思いますね。あったかいものを実際、取材の中でもやっぱりあったかいものを食べられる、そうですね、朝例えばお弁当持っていけない方、はい、ご家庭なんかだと、コンビニで買ってとかになっていくと、まあ、冷たいものしか食べられないっていうところがあるので、まあ、そういうメリットっていうのはあると思いますね。
もうなんか私なんかはもともとお弁当もでっていうのがもう、いもうなんですか、これがもう普通だったので、うん、はいはい、もう冷たいお弁当っていうのがもう普通かなっていう、多分浜田さんもそうですよね。そうですね、はい、鈴木さんもそうです ね、ご飯とか冷たくなっちゃって残念だなって思いながら食べることが多かったです ね。給食は食べたいなとかは思ったことなかったんですか、中学で。 ありましたよ、やっぱり自分の好物だったりとか、あとたまにデザートもついてきてたんで、そういうのを見ると、あ、給食いいなって思うことがよくありましたね。なるほど、そうですよね、はい。でまあ、その学校給食っていうのがやっぱりこう横浜市、まあ、全体なんでしょうけども、まあ、多分弁当がきっと基本だと思うんですけれども、はいはい、まあ、そういうふうに4万人の署名活動をするぐらい、まあ、結構大規模ですね。まあまあ、多少 の、 その、ね、今のそれこそ秘密保護法の話じゃないですけど、はい、住民、まあ、個人的な見解としてはそのちょっとしたその乖離があるのかなという気はしますよね、要望に対しての。そうですね、はい、ただそれをその実際給食の方にこう実現化させていくっていうのは難しいかもしれないですか。そうですね、これはですね、もともとやっぱりその人口が横浜市自体が急増してきた時に小学校をそれぞれやっぱり建てていて、はい、一つにはそもそも自分の学校で調理するスペースをがない、給食室が、はいはい、まあ急ごしらえだったのかなっていうところもあるんだと思うんですけど、はい、でじゃあ改めてそれを設置すればいいじゃないかっていう話なんですが、まあ、そうなってくると、もう莫大な本当に初期投資の費用として費用がかかってしまうっていうところの、まあ、この辺の2つの点で実現的には困難というところなんだと思うんですね。で、まあ、あとはもう本当に市が言うにはその食育の観点というところでということらしいんですけど、はい、まあ、一律ではなくみんなそれぞれがいろんなものを食べてっていうことになるんですかね。はい、ただまあ本当にこう個人的な意見なんですけど、弁当みたいなところでその、まあ、保護者の方のお話もあったんですけど、はい、やっぱり何を食べるのかわからない部分って、業者任せでお弁当を作って、はい、で食べたい人が頼んでその弁当を食べるという形なんですけど、まあ、アレルギーの、ね、お子さんとかが結構やっぱり今増えてきている中 で、ね、まあ、東京都の、ね、去年でしたっけ、調布の方で亡くなった方がいらっしゃった、ね、あれ、まあ、給食おかわりしてっていう形でだったと思うんですけど、まあ、そこまでこうなんて言うんでしょう、把握しきって業者任せにしてどうなのかっていうところの疑問っていうのもやっぱり取材の中で話はあったので、そこはちょっと怖い部分ではあるな。まあお弁当だったらもちろん大丈夫なんですけど、とはいえやっぱお弁当が作れない家庭も中にはありますので、難しいですね。難しいね、今本当に一人一人に合わせた食事の仕方っていうのもあるでしょうしね、かといってこう作る時間もなかなか取れなかったりとかもありますしね。はあ、まあ、じゃあ今後は、まあそのまあ、今年度中に市立中学校全部で、まあ、147校で、はい、その弁当販売を、まあ、体制を整えていくということで、うん、そうです ね、横浜市はそう言ってますので。そうですか、はい、でもいい時代になりましたね私は中学校の時とか本当もうこんなのなかったななんて思って、結構やっぱコンビニがそばにあったんで、コンビニ買ってきた子も結構いたもんですから、なかなかこんなあったかいお弁当が食べられるなんていいなって 思い、ね、思いますよね。思いますね、はいはい、まあ、ということでしたね、はいはい、ということで、まあ、今日は、タウンニュース、今月のタウンニュースは、まあ、全中学校で昼食販売へということで、はい、浜田さんにちょっと解説をしていただきました。はい、はいはい、じゃあ浜田さん来月も、来月はそうお休みなんです、残念ながら、そう言っていただけると上がっております。もう多分これを見ているファンの方が悲しいです、はい、ね、思いますけど、早々良いお年をというと、そうですね、はい、浜田さんはこれからちょっとね大詰めということですので、来月はお休みということで、じゃあまた新年明けて2014年に、はい、応援できるんですね。
意味合い違いますけど倍返しというか、休んだ分でちょっと頑張らせてもらいます、はい、なんかどうぞもしよければ、はい、今年最後になりますのでなんかメッセージを言っていただければ。そうですね、はい、年末年始の情報ですとかまだまだ募集してますので、うん、はい、あとは、まあ、年末年始の、広告ですね。あ、はい、広告収入でうちの方発行してますいやらしい話ですね。まあまあ、ご相談ご要望いろいろご意見等々ありましたらぜひ気軽に編集室宛てにご連絡いただければと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。良いクリスマスと新年をお迎えください。良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いきます。いやでもすっかりね今、うん、お弁当を、まあ、持っていかなきゃいけないけれども、まあ、そういう風なのがちょっと難しい人にはそういう給食、ね、昼食販売をするっていうこともできるんですね、うん、いい時代になったもんですね。そんなにしみじみとしみじみ感じますね。もう10年ちょっとしか違わないはずなんですけどね。おかしいな。おかしいですね。さあ、まあ、今日の、ね、テーマに、移りたいななんて思うんですけども、はい、まあ、すっかりこう、ね、さっきも話しましたけども、うん、まあ、11月も後半になって今年も残すところあとわずかなんですけれども、うん、まあ、だんだんとまあ寒くなってきまして、鈴木さんは、はい、紅葉とかっていうのは今年は見に行きましたか？行きましたよ。行きました、はい、先週ちょっと鎌倉まで足を運ばせていただきました。そうですか、はい、どうでした？いやもうお寺さんのもみじがすごい綺麗でして、うん、で山も赤くなったり黄色い部分もちらほらと見えて綺麗だなとしみじみ思いましたね。そうですか。鎌倉もすごくね綺麗な感じですもんね、はい、鶴見台にもねすごく紅葉が、ね、あ、そうですね、イチョウの木とかも多いですし、はい、はい、で今日はですねまたさらにもう一つ鶴見区内に、うん、すごく、ね、紅葉が楽しめる場所があるということで今日はそのご紹介をしたいななんて思うんですけれども、はい、じゃあ早速今日ゲストを登場していただきたいと思います、はい、神奈川県立三井家公園副所長の、萩原哲さんに登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、よろしくお願いします。この時間帯に来ていただいてありがとうございます。今の時間はこんばんまでよろしいんですかね。はい、外がもう暗くなっちゃって、ね、暗くなりましたよね、はい、さあ今日はですね、三井家公園で秋を探しに行こうということで、はい、まあ、三井家公園って結構その鶴見に住んでる人たちにとっては三井家公園ってもう結構小さい頃からもうずっと名前を聞いてきた公園ではあるんですけれども、はい、鈴木さんは行ったことってありますか？残念ながら行きたいのに行けないという。あ、行けないんですね。なかなか時間が取れず、でも素晴らしい公園だってそうなんです、お伺いしております。はい、で今日はですねその魅力をちょっと存分にお伝えしたいななんて思うんですけれども、はい、まずじゃあちょっと、基本のその三井家公園の情報をお伝えしたいと思うんですけれども、ちょっとじゃあ、マップを出してもらってよろしいですか？はい、三井家公園はですね、これ今地図ちょっと見ていただいてるんですけれども、アクセスとしましてはJR 鶴見駅の、まあ、西口から市営バスに乗っていただくと、乗っていただいて梶山行きもしくはその新横浜行きのバスに乗っていただいて三井家公園北門北門を下車もしくは、寺尾中学校っていいんですかね、また、あ、そうですね、ですかね、寺尾中学入り口を下車して徒歩、まあ、数分圏内のところにある公園なんですね。これは、萩原さん、大体こちらの三井家公園っていうのは全長どのぐらいあるんでしょうかね？面積ですか？面積、面積29.7、約30ヘクタールですね。広い。とっても広いですね。野球場が30入るぐらいですね。30。大体野球場が1ヘクタールですので、そのぐらいの規模ですね。じゃあお仕事されててやっぱりこう園内を歩くことは思うんですけれども、結構やっぱりかなり歩きますよね。そうですね。仕事ではほとんど自転車ですね。自転車で園内を回遊してですね、ないとなかなか徒歩では、一周するのにどのぐらいかかるんですかね？一回出るとやはり
帰ってくるまで30分ぐらい。それはただぐるっと回ってるんではなくて点検しながら行きますの で朝はもう急いで池の周り、それでも15分から20分かかるという形ですね。そうですか。遠路が池の周りに一つあって、さらに山側にありますので、しっかり回るとなると、まあ、一人ではなくてみんなで手分けしてですね。ですから先立ての大風の時も、風が止んだ後は職員が手配して、ゾーンごとに、チェックしに行くという、そんなような感じですね。すごい。もうそれだけ広い公園ということ で、ね、でこの三ツ池公園の由来っていうのが3つの池が、まあ、あることから、まあ、三ツ池と言うんですよね。うん、そうですね。あの、もともとはここは防空緑地といって、はい、首都を守るですね、緑地だったんですね。公社法人地があるですから、東京を守るためにここが三ツ池公園、この隣が轟緑地、生田緑地、絹田公園、ワシントンハイツ、利根井公園、水元公園で、ずっと東京の外周にかけてですね、こういった緑地がずっと囲まれてた。でその北緑地が、ほとんどの場合後その緑地として公園として開放されるようになったというような経緯を持ってますね。あ、そうなんですね。でなんかあのこちらはその桜の名所100選にも選ばれているぐらい、その全部で78品種約1600本の桜が、あの毎年こうね、うん、少しずつ時期をずらして花を咲かせているということで、結構この時期っていうのは人がいっぱい来るんですか？そうですね、桜の時期はもう人でいっぱいでですね、うん、まあ職員としてみれば嬉しい悲鳴で、まあその周辺道路のですね、交通渋滞をどういうふうに解消するか、ご近所に大変迷惑をおかけしてますので、まあ来て桜を楽しむ方はそれはそれでいいんでしょうけども、やはりご近所からすると桜のあるがためにこれだけ、その混雑するというような、ちょっとしあのまあそういう点ではですね、良い面もあるし、ちょっとそれに対してマイナーの面もある。ただ我々としてみれば、やはりその桜のですね、名所として、はい、末永く、市民の皆様にね愛されていければいいなと思います。で通常あの桜の場合はソメイヨシノが、はい、主でですね、花見といえばソメイヨシノなんですけど、三ツ池公園の場合そのプラスですね、八重桜今おっしゃったように78ですかね、ありますので、その八重桜の場合は非常に花期が長い、花の咲いてる時期が長いので、そういう意味では、他のお花見の名所と違ってソメイヨシノの時期は時期です、楽しみながらもっと早くから彼岸のゴールからずっと5月までですね楽しめるというような特徴を持ってます。ですから今もですね、皆さん気がつかないかったかもしれませんけど、冬桜という桜が咲いてるんですよ。そうなんですか。そやかにですね咲いててですね、それはぜひとも見に行きたいです、ね、はい、あの、はい、この桜は逆に寒い時期に咲きますから花期が長いんですね。あの、春の桜はですねどんどん温度が上がりますので散りも早いんですけど、今の桜はですね時期が長いのでですね、ぜひあのひっそりと咲いてますので、あのまあその可憐な花をですね、またこれも桜だなというような見ていただけると、楽しいのかなと思ってます。じゃあひっそり見に行きましょうか。ひっそりと、いいですね。はい、じゃあ今日はですね、まあ、秋を探しに行こうということで、あの事前にですね、あのちょっと映像を、あのちょっと公園内を散歩した映像がありますので、そちらをちょっと、ご紹介したいと思います。本当ここからでもいろんな色が見えますね。そうですね、この辺のは朝日の光浴びるとこの紅葉なんかすごい綺麗だと思う。日の出る時間帯によってもやっぱ見え方が全然違うんですね。そうですね、はい、色がどんどん変化します。
あ、そういうふうにして、その場所その場所、太陽によってもうどんどん変化する。今の時間帯だと、になっちゃうと、もう色がね、だからここで見ると、そこの一応はすごい当たってて、でもちょっとした場所とかそういう形で、ですからもういやーいいなーって言うけども、これしか困るってないのかな。もうこういうところですが、これ同じ全く。へえ。それで違う。違う場所によって違う。そうね。また違う当たり方ですこれ。なんかすごい味がありますよね。同じ木でも色がこれだけ違う。色が全然同じ木でも違う。全然違うでしょ。色が頭の中緑色なんですか。そうじゃ、あとですね、夜露とかあれが当たんない。むしろ日が当たる当たんないよりも夜露でその寒暖の差がやっぱり綺麗になる一つのあれなんですよ。で先の方が、だから大体先の方があって、中側の方が、ところの方がどちらかというと、青っぽいです。のが4つが多いってことなんですか。じゃあそうですね。表のが先なんです。ですから、ここも先のは全部葉っぱが落ちてます。へー。中側の方が寒暖差がないんですね。微妙に。ですから、あれなんかも頭が青くて、下の方が青いですよね。そうですね。すごい長い時代ですね。この人気あるよね。はい、はい、ご覧いただいたのは、ちょうど2日前になるんですけど、自分がですね、ちょっと三池公園に行って、萩原さんにご紹介いただいた映像を今見ていただいたんですけれども、なんといってもやっぱり展望広場から見る景色っていうのがなかなか萩原さんすごく素敵というかいいということでですよね。そうですね、展望広場行くとですね、唯一三池公園から町が 見える場所で、はい、その先にですねスカイツリーが見れると。それと同時にですね、我々三池公園タワーって言ってるんですけど、三池公園タワー、タワーがですねすぐ近くにですね、その、山の上に見えるのが、はい、またその日差しが3時過ぎになると、斜めに当たって非常に綺麗に白黒のそのタワーが見えてですね、まああそこは気分がいいところですね。いいですね。スカイツリーですよ、だってね、遠いのに、ね、押し上げまで本当に住んでるところまで見えるってすごくいいですよね。そうですね。で今回ちょっと行ってみて、やっぱりそのイチョウですとかそのモミジも同じ木でもその色づき方って全然違うんですね。そうですね、木は本当に千差万別で、植えてる場所、植わってる場所、それと時間によって、色も違いますし、それと同じ樹種でも個体差があるんですね。紅葉しやすい木としにくい木と、ですからそういった形で見ると同じイチョウでももう半月前からもう黄色くなってるものもあれば、まだ黄色くなってない木もある、まあ、それはイチョウだけじゃなくてモミジもみんなそれぞれ、木の個性とともにその色合いが違うというんで、ですからそういう見方をするとまた秋の風情がまた楽しめるのかなと思ってます。で本当に外の世界からその外なんていうの、車の音とかそういったものも全然聞こえてこなくて、ね、本当にこうなんていうの、切り離されたり離されたっておかしいですけれどもすごく静かな、ね、空間なんですよね。三池公園は3つの池を中心として周りが全部その山で囲まれてますから、ちょうど手のひらの内側になってて、
その外側の尾根筋がちょうど公園境ですので、公園の中入ると全て山の斜面がずっと見て、で音も遮断されてますんで全く下界から離されてるというような、本当にあそこの中入っていると静かな公園でですね、他の公園とはまた違う良さがあるのかなと。それはもう水を見るとホッとするという、して山の今は紅葉ですかね、水とその紅葉の美しさで外の世界から遮断されて静かな公園です。本当にね、ちょっと最近モヤモヤすることがいろいろあったもんですから、すごく心を沈めるにはとってもいい場所でしたね、本当に。はい、まあこの紅葉っていうのは大体いつぐらいまで楽しむことができるんでしょうか。そうですね、12月中旬ぐらいにはですね、落ちてしまうのかな。ただこういう気候ですので、一気に冷え込むと葉は落ちますし、ですからその辺のところはまあ、お天気次第というかその気象次第でですね変化すると思うんですけど、まあ大体12月中旬ぐらいまではなんとかその遅いの葉っぱはですねついてる。ですから木によって落ちちゃってるのもあるけれども、まだまだ、楽しめるものもあるという。なんかこう、じゃあぜひ萩原さんからこう紅葉の楽しみ方、ここはこういうふうに見ると楽しいよみたいな、そういうのなんかありますかね。そうですね、光の関係が非常に影響しますので、いわゆるその朝その綺麗な木と夕方綺麗な木はまた違いますし、でどちらかというと、逆光から見るとその柔らかいその紅葉が見れて、逆に順光で光が当たってる方から見ると鮮やかな光に見える。ですから山の上から見ると光が強く当たってるのでこう鮮やか で山の下側から見ると柔らかなその色合いっていうんですかね、そういうの。ですからモミジをこう、例えば一つのモミジをこう見て、今見てもあまり綺麗じゃないね、夕方行ったらそれがすごく綺麗だったりね。ですから朝と夕方で楽しみ方が違うし楽しむ木も違う。ですからその時間によってその一つの木がいろいろな顔を見せてくれるっていうのが特に秋のその紅葉の楽しみ方。春の桜は桜でいいんですけど、春の桜は光の影響というよりもその桜のその開き具合、その三分咲き五分咲き八分咲き満開、紅葉にはないですよね。それはですから紅葉は逆に言うと時間での楽しみというのがある。その辺が、そのお花見と紅葉の楽しみ方がちょっと違うのかなと思ってます。じゃあもういろんな時間帯にぜひ楽しんでほしいっていう、そうですね、ことですね。はい、はい、まあ、冬なんかは野鳥観察もできるということで、こちらもねぜひ冬は冬でまた魅力があるということなので、ぜひお出かけいただければと思うんですが、この三池公園の中でもいろんなこうイベントを実施しているということで、ちょっとご紹介いただければなと思うんですが、じゃあちょっとクリスマスのリース作りのやつで、これは萩原さん、来月になるんですけれども、イベントがまああるそうで、そうですね、12月の7日12月7日ですかね、はい、参加費用を取って申し訳ないんです、確か500円、一応ですねこの材料とリースのその元になってるのはクズの、ツタで、作ってあるんですけど、それにまあいろいろ松ぼっくりとかそういうものを使ってですねやると、一応先着16名様ですけど、ぜひ作っていただいてですね、お早めにって感じですかね。そうですね、割にこれとかですね、その後にある正月飾りっていうのは人気がありましたですね、今職員がその下のリースをですね、基礎となるリースを一生懸命ツタを切ってですね作ってます。ああそうですか、じゃあスタッフの方も今準備中ということで、そうですね、はい、はい、
じゃあすごく楽しみですね。先着16名で、はい、参加費500円で、まあ、こちらも大変リーズナブルですよね、うん、ぜひご参加いただいて、クリスマスに間に合わせていただければななんていうふうに思います。あとなんか鈴木さんも気になったのがあるそうで、ちょっとご紹介ください。私が気になったのはですね、12月5日木曜日ですね、はい、豚汁を作るものが気になりまして、はい、もうこの寒い時期ですから ね、みんなで温まりたいなと思いまして、こちらの方参加費100円でいいんですって聞きまして、それで温まれるのはすごく素敵だと思いましたので、でこちら別に定員はないんですかね。あ、これは特にないですね。まあ、プレイパークの方々が、まあ、お子さんが主になるんですけども、お子さんで、はい、こちらはまあ10時から14時、あの冒険の森で行われるということなので、まあ、この詳しい情報は、三池公園の公式サイト、もしくはこの三池公園でこういったチラシですね、イベントが書いてあるチラシもらえますかね、これは。はい、事務所の方へ来てですね、はい、お声かけください。はい、もらえるということですので、ぜひそちらも、ご覧いただければと思いますので。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、最後は萩原さんの方からぜひこの番組見ている方に三池公園の魅力についてちょっと言っていただければななんて思いますが、どうでしょうか。そうですね、はい、三池公園は本当に静かな公園でですね、はい、よくですね、年配の方が聞くと、ほとんどの方が三池公園に遠足には行ったというふうに聞くんですけど、遠足以来そういえば行ってないねというような、で三池公園の来る方は遠くは大田区とかですね、川崎鶴見はもちろん大田区から来たりな、でどの方もほとんど長く住んでる方は三池公園をですね、幼稚園で行ったのか小学生で行ったのか、高学年で行ったのかという形ですけど、どの方も皆三池公園は思い出の公園となってますので、まあ、それと同時に鶴見区の広域避難場所にもなってますので、ぜひですね、そういう意味合いも兼ねてですね、来ていただければと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そうですね、はい、まあ、今月末までにコリア庭園で喫茶店というのも、ありまして、今ちょっと、画像をご覧いただいてますが、こちらも今月いっぱいまでいろんな菊の花が並んでいる展示をですね、コリア庭園の前で実施してますので、こちらもぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、ということで今日は神奈川県立三池公園副所長の萩原哲さんにお越しいただきました。萩原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、はい、ね、どうでしょうか、こう三池公園って行ったことない、はい、ということでしたけど、そうなんですけど、うん、でも名前だけは本当に鶴見の方から聞くことが多いので、うん、気になっていましたし、はい、あと何でしょう、野球場とかテニスコートもあるっていうことで、そうですね、うん、もう本当にお子さんから、うん、普通にお年寄りまでですね、うん、大人の方でも十分楽しめる場所ですので、ね、ぜひ皆さんもこの、ね、秋ですね、秋を見つけに三池公園に行っていただければなというふうに思います。はい、まあ、そんな、ね、こう紅葉とかをこう楽しむ上で、うん、写真って撮りたくなりませんか。なりますね。そうなんですね、まあ、写真、私たちも結構今デジタルカメラとか、うん、携帯電話とかで結構撮ったりすると思うんですけども、はい、今日のですね、こちらのコーナー行きたいと思いましょうか。じゃあタイトルコール一緒に先に行きましょうか。いきますよ、せーの、発見キラキラ鶴見人。イエーイ。はい、鈴木さん、ご紹介ください。はい、本日のゲストの方ですね、はい、鶴見在住の写真家、はい、比嘉ダビド久人リアオさん、はい、でございます。よろしくお願いします。お願いします。お待たせいたしました。出し方がいいと思うと一緒なんですね、こう。はい、ご自分で持ってきていただくっていう、はい、すみません、今写真家という、ご紹介いただいたんですけど、はい、とんでもなくてですね。はい、私は普段映像制作やってるんですけど、はい、まあ、この、ボリビアに行って写真撮ったんですけど、その活動をちょっと、まあ、しているぐらいで、バリバリのやっぱ写真家さんとかたくさんいるんで、ちょっとそれは恐れ多い。本格的ではない、まあ、それ一筋ではないってことですね。はい、はいはい、
ては比嘉さんですね、はい、比嘉さんお名前から分かるように純粋な日本人の方ではないんですよね。私はボリビア生まれで、8歳の時に日本に来たんです、でうちの母親はボリビア人で父親は台湾の人なんですよ。なのでリアオっていうのはその父親の名字なんですけど、あ、名字なんですね、これ、リアオっていうのは。で比嘉っていうのが、母親の名字なんですが、母親のお父さんは沖縄の人なんですよ。なので比嘉さんっていう、なのでこれ別に芸名とかじゃなくて本名です、いろんなルーツを持ってらっしゃる、ルーツを持ってる、そうですね、8歳に日本に来られてからはずっともう日本在住、そうです、ずっと鶴見なんですけど、今ルーツっていう言葉があったんですけど、そのボリビアっていう自分が生まれた国に対していろいろ日本にいてずっともう忘れちゃってたんですよ。でそれをまあちょっと取り戻しに行きたいなっていう気持ちもあって、2010年の12月に、19年ぶりにボリビアに行ってちょっと写真を撮ってきました、きっかけ、写真家といいますか、写真撮り始めたきっかけがそこからになるんですかね、そうです、ボリビア行っていろんなものを思い出してその良さに惹かれて撮ったという形ですか。もう全くボリビアのことは、覚えていないような状況で、それでまあ行ったんですけど、あったんですか、こう旅立とうと思ったその、きっかけは。そうですね、もともとは広告の仕事をしたかったんですけど、それがうまくできなかったので、じゃあ自分にできる広告ってなんだろうって考えたら、ボリビアに行って、そのボリビアの現状だったり、久しぶりに戻ったので何に出会えるか分かんなかったんですけど、そのなんとなくぼんやりとしてたのは、その貧しい状況でどうやって生きているのかとかっていうことをちょっと取りに行ってみようっていうのが自分の中で一つのきっかけというか、そうですね、テーマみたいなもの、テーマ、撮った写真は日本で紹介なさってるんですかね。はい、日本で写真展をやったりして、そうなんですね。写真展は定期的に開かれたりとかしてますか。今のところ1年に1回ぐらいですね。なかなか2回3回ってなってくると財布が持たないので、ちょっと、そうですね、経済的に大変ですよね。そうなんですよね。すいません、ボリビアにはどのぐらいの期間行かれて。半年行きましたね。半年、最終的には、障害者支援施設に行って写真を撮る予定だったので、その向こうに住んでる障害者の方と話をするときに、やっぱりスペイン語、現地の言葉が喋れないとまずいなって思ってたんですけど、僕も全くもう喋れなかったので、半年っていうのは最初の3ヶ月はもうずっと勉強ですね。スペイン語の勉強をひたすら毎日やって、その後に、写真撮ったりとか活動に当てたっていう、そういう形です。スペイン語がスペイン語です、そうですか、せっかくなので、その半年間、行かれたその写真も今日ご紹介いただけるということで、最初は街の様子からちょっと見てみたいと思いますね。真ん中に人がいるんですけども、ホームレス、物乞いをしているおばあちゃんですね、ここもそういう人は多いんですか。多いですね。ここも割と中心地なんですけど、こういう方がいると、インフラが整ってないっていうのが一番大きくて、セーフティーネットがちょっとないというか、2枚目に行ってもらってもいいですか。はい、お願いします。2枚目お願いしていいですか。でこの子たちは道で今逆立ちしてるんですけど、これは遊んでるわけじゃなくて、お金を得るために、こういう
自分たちにできるパフォーマンスをして、まあ、その後ろに止まってる車のところに行ってですね、まあ、お金をくださいというようなことをしてますね。はい、なんていうんでしょう、こう満足な教育がこう受けられないとか、そうですね、必要もあるということですよね。はい、次にちょっと行ってもらっていいですか。で、この方たちはまあ家族なんですけども、はい、まあ、道でお風呂に入っているというところですね。はい、でまあもう、まあ、日本でこういうことがあったら必ず誰かが助けに来てくれると思うんですけど、はい、まあ、ほったらかしですよね。はい、これはなんかあれですか、桶みたいなのにこうお水みたいなの張って、入ってるような感じですか、お風呂。お水が出てる場所なんですかね。いや違いますね、水を運んできてそこでペットボトルか何かに入れて、うん、ペットボトルで流している様子。はい、次に。そして、これはまあちょっと、話は少し変わるんですけども、うん、まあ、僕の印象に残っている写真としてちょっと発表したいんですが、うん、まあ、なんかこう社会の矛盾というかどうしようもなさみたいなのが現れているなと思うんですが、後ろのまあ車椅子に乗っている、おじちゃんがいまして、うん、でその前では大学生が卒業式の記念写真を撮っていると、はい、で記念写真を撮ってる人から見るとこの後ろのおじちゃんっていうのは写ってないんですよね。隠れちゃって、隠れてるんですよ。でそれがなんとなくこう社会の縮図のような気がして、やっぱこうそのなんていうんですかね、笑顔の裏にはこういうこともあるよっていうところをどうしても隠さなきゃいけない時もあって、でも悪い人は誰もいないしっていう、そのどうしようもなさがなんとなく現れているなと思って撮った写真ですね。この写真に写っている人たちっていうのはあれですか、割とヨーロッパ系内か、ヨーロッパ系ですね、系の方なんですかね、はい、富裕層は大体ヨーロッパ系の人が多いので、やっぱこうちょっと段階に分かれちゃってるという部分がありますか。そうですね、そうじゃないですか。はい、でこちらはですね、車椅子が変えずにですね、まあ、真ん中に写っている人なんですけども、はい、台車に乗せられているという、そして10円のガムをもうひたすら売ってそういうふうにして生きている方です。ここで仕事をされているってことですね。そうですね、はい、でまあ、あの右側見てもらえると分かるんですけど、大きい車持ってる人もいるので、まあ、どうにかその、ね、車椅子をその人に買ってあげられないのかなと思ったりとかもしますよね。はい、でこの方は、路上で、まあ、体重を測ってお金を稼いでる方なんですが、体重を、そうなんです、あのやっぱり障害者に対する就職支援っていうのがもうないので、自分たちでどうにかしてくださいっていう世界なので、まあこの方はその路上を歩いている方の体重を測って、まあ、お金をいただくと、そういう生き方をしている女性ですね。もうなんかそうせざるを得ない、せざるを得ない、はい、そうですね、はい、次の写真なんですけども、ここからはあの障害者支援施設で僕ボランティアしながら写真撮らせてもらったんですけど、でそこは野原翔子さんっていう女性の方が作った施設 で、まあ、これがその施設の外観ですね。はい、実は彼女はあの2007年に日本のドキュメンタリー番組に出まして、そこで、日本からの支援金がすごい集まって、で建てられた、はい、建物です。何人ぐらい収容というかあのその施設にいらっしゃるんですかね。入所しているのが、確か当時15名前後だったと思いますね。はい、ここはあの18歳未満の子どもたちが
いる場所なんですけど、はい、子供専用なんですね、はい、でこの後ろにいる方が女性の方が野原翔子さんですね、はい、野原さんもあれですか、こうボリビアにルーツを持った方なんですか。いや、ボリビアにルーツは持ってないですね。あ、そうですか、はい、まあ、じゃあこういう現状を受けてこういう施設を作ったっていう、そうですね、はい。で、はい、この写真はですね、車椅子乗ってる青年が車椅子から降りて畑仕事をしている写真なんですけども、はいはい、で最初にこの状況を見た時に僕はすごい膝から崩れ落ちそうになったんですけど、はい、それはなんか単純に悲しいとかっていうことじゃなくて、はい、最初に僕が見た時は彼はその畑仕事、自分にできる精一杯の仕事をすごく一生懸命やってて、でそれを見た時にすごい変な言い方なんですけど美しいなって思ったんですよ。その一人の人間が自分にできることをひたすら一生懸命やってるっていう姿がすごい美しいなと思って、はい、そういうすごい強いインパクトのあった方なんですけど、はい、でこの女性の方はマリア・ルースさんっていう人で、ある日事故に遭ってですね、はい、それで障害が残った方なんですが、はい、でその時に、お子さんもいたんですが事故でお子さんを亡くなられて障害も残って、でその後に、まあ、野原さんのこの施設に預かって施設で、住みながら雑貨を作ってるんですね。で、まあ、絵を塗るっていう仕事なんですけども、彼女は手がこういう状態なんですね、こういう上を向いてる状態、上を手首がこう、そうですね、はい、こういう状態なんです。で、力が入らないんですね。なのですごく細い筆しか持てないんですよ、うん、その細い筆で、まあ、絵をこう塗ってるんですね。で、何でしょうね、こう少しずつしかできないんだけれども、それがすごく重なった時に、その一筆一筆が重なった時にできるやっぱ絵っていうのが、何とも言えないこう彼女のその命のエネルギーじゃないですけど、うん、そういうものをすごい感じて、なんかすごいインパクトのあった、思い出なんですよ、うん、はい、うん、はい、今じゃあ全部で10枚の写真を見せていただいたんですけれどもね、うん、はい、いろんなことを感じさせられる写真ですね、うん、はい、ボリビアにその、まあ、半年ぐらい滞在されてどうでしたか、なんか全体的に日本に戻ってこられて。そうですね、僕がその写真撮った場所っていうのが、まあ、大自然にこう恵まれている場所で、山にこう囲まれてるんですね、コチャバンバっていう町なんですけど、で山に囲まれて、でまあ、言ったら何にもないんですよ、何にもなくて、で僕はその野原さんの、施設とは別に野原さんが畑を持ってるんですね。でそこで日本の野菜とかを作ったりしてるんですけど、で、まあ、そこでボランティアをしながら写真を撮りながらっていう生活を約2ヶ月ぐらいですかね、この時はしたんですけど、やっぱりその大自然に囲まれながら野菜作って、でそれを食べて、で、まあ、エドウィン君とかさっきのマリア・ルースさんとか一緒に畑仕事をしてっていうことを、やっぱり2ヶ月一緒にそれで生活した時に、なんかうまく言葉で言い表せないんですけど、なんかこれで十分なんだなって思いましたね。そのいろんなものとかがなくてもすごい豊かな気持ちになれたんですね。
まあ、一つはやっぱ人とのつながりが濃いですし、で自分たちの仕事っていうのがどういう結果をもたらすかっていうのがちゃんと分かるので、例えば野菜を作ったらそれをみんなで食べて、まあ、美味しいっていうのが分かるし、あと豚とかも飼ってるんですけど、やっぱそのお肉を食べるっていうことに対しても、まあ、殺さなきゃいけないですよね。そういう体験をしていくと、やっぱりそのこう大地とつながってる感じっていうのが、そういう感じがあって、それがすごい何て言うんですかね、こう豊かな気持ちになれたというか、はい、そのまあ地球から頂いてるっていうことなんですけど、そういう経験と、あとはまあ人とのつながりですよね。もうなんていうんでしょう、やっぱりありのままで生きているっていう感じですか、ね、そうですね、はい。なかなか日本だと、まあ、人にもよると思うんですけど、仕事をしてる時間って長いと思うんですけど、自分がした仕事がどこに届いてどういう反応があるのかっていうのがなかなかわからないことが多いんですよね。そうするとこう自分で一生懸命やった何かがどこにどう行ったのかなっていうのがやっぱわからないっていうのがちょっと寂しいなっていうのを、なんかボリビアに行ってそれに気づきましたね。まあ、その今後例えばそのボリビアで過ごした日々、まあいろんなことを感じたと思うんですけれども、それをまあ日本に帰ってきて、で今あの年に1回ぐらい写真展をやってると思うんですけど、まあこういうしたボリビアでの経験体験っていうのを今後なんかどういうふうにしていきたいとかって、そういうビジョンはありますか？僕はまあここに出てるのもそうなんですけど、鶴見オッチャーズさんの活動もそうなんですけど、その地域の人たちとやっぱ協力をして、なんか地域の人とつながりたいなっていうのがありますね。つながってそこで何かをあの人のためにできることをしたいなっていうのは感じるようになりましたね。はい、なんかもうちょっとこう広い世界じゃなくて、その小さい世界っていうかローカルな世界。はい、そうですよね。まあ大丈夫です。まあその地域活動を、まあ、これからね、どんどん広げていきたい、はい、ということですよね。まあ、ぜひあのこの写真も今回はまあ10枚しか紹介してないんですけれども、他にもたくさん写真はあるということで、はい、あのぜひですね、そういったあの展示をさせてくれる場所なんかも、ああそうですね、ぜひ、はい、無償で無償で無償で、そうですね、はい、あとあの募金ができる場所ですね。ああ、はい、そうですね、そう、あの結局写真展やって募金ができないってなったら、うん、まあ僕がちょっと褒められるぐらいで終わってしまうので、やっぱそうじゃなくて、はい、その撮って、うん、撮らせてもらった人たちのためになるように僕もしたいので、なので募金もあのさせてくれる場所を、はい、はい、あ、じゃあぜひちょっとカメラに言っていただければと思います。改めてですか？改めて、はい、じゃあ募金を、させていただける写真展ができる場所箱を募集しております。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、次回はいつ頃やりたいという希望はあるんですかね？夏頃にできればなという感じですが、今のところは、はい、未定ですね。あ、そうですか、はい、そうなんですね。またこの鶴見ウォッチャーズもちょっと総力を挙げて、写真展開催にちょっと一緒に、ね、力を入れて、ね、はい、あのお手伝いできたらななんて思いますね。はい、はい、ということで、今日の発見キラキラ鶴見人は、鶴見在住の、まあ、写真家、比嘉ダビド久里さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼します。ボリビアって国、私は本当に今回比嘉さんと会うまで、うん、あの
なかなか馴染みのない国だったんですけど、いかがでした？私も最初はどこら辺かなってとこからだったんですけど南米の方、南米の方、地図出せる、ね、あ、じゃあちょっと前後してしまいまして申し訳ございませんが、南米の国だそうでね、うん、日本とだいぶ違いますよね。そうですね、やっぱりね、いろんなインフラの面とかもありますしね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、ちょっとですね、今日はあの機材トラブルもあった関係で、スタートがちょっと遅くなっちゃいまして、もう時刻6時2分を回っているんですけれども、はい、もうそろそろエンディングの時間なんです。はい、早いことに。早いことに。残念ですが。そうですね、今回も内容がいろいろと詰まったものでしたね。はい、今日はまあ三井家公園で秋を探しに行こうということで、副所長の萩原哲さん、それから鶴見在住の写真家比嘉ダビド久里亜夫さんにお越しいただきましたね。はい、はい、さあ来月なんですけど、来月は何月何日でしょうか？はい、12月19日放送になりますね。はい、通常の4週目ではなく3週目で、ね、はい、そうなんですよね、ちょっと年末近いということで。そうですね、実家に帰省ですもんね。そうなんですよ、ですよ、ね、申し訳ないことに、はいはい、来月のテーマをじゃあちょっと鈴木さんからご紹介ください。はい、来月のテーマでございますね、うん、はい、異文化交流をしようということで、うん、横浜市国際学生会館について放送したいと思っております。はい、この鶴見区にもね、たくさん留学生が、はい、いるということで、そちらの、ね、学生会館の紹介をしたいと思います。はい、はい、あと発見キラキラ鶴見人のコーナーなんですけども、はい、はい、こちらは文房具を世界へということで、あの文房具を集めて、うん、あの世界にお届けするというボランティアですね、うん、の方、東洋大学、失礼しました東海大学1年の、船田翔馬さん、船田翔馬さんに、はい、ゲストとしてお迎えする予定です。はい、あと、はい、鶴見大学からね、素敵な方が来てくださるということで、はい、うちの大学が誇ります合唱部の皆さんに、はい、クリスマスソングのお届けをしようと思います。ね、時期的にもうクリスマスの時期なんで、はいはい、合唱部の皆さんが素敵な歌声を披露してくださるということですので、はい、お楽しみにしてください。はい、楽しみにしててください。はい、はい、ということで、今日はですね、この鶴見チャンネル、今日これでおしまいになりますけれども、じゃあまた来月、はい、来月、あ、時間が6時から18時からと、ね、ちょっと遅めの放送になってしまいますので、はい、はい、ぜひ、1時間遅れで、こちらのチャンネルに合わせていただければと思います。はい、こちらの番組の、ご意見ご感想ですね、鶴見ウォッチャーズの、サイトを、からぜひですね、メールアドレスがございますので、そちらの方、もしくは、まあ、こちらのメール直接ですね、お送りいただければと思います。鶴見区のこんな情報が知りたいということもお待ちしておりますので、ぜひお便りをお待ちしております。はい、はい、それではじゃあまた来月ですね、来月ですね、私たちはお目にかかりたいと思います。はい、じゃあそれではさよならで終わりますせーの、さよなら。